続いて、石川県能登半島の、復旧についてですけども、とにかく今、早く、輸送してあげなければならないのが、灯油やガソリン、まあ、そういったところですね。昨日の、報道を見ている限り、まあ、車の中で、まあ、車中泊みたいな形で休まれている方もいらっしゃいますので、で、ガソリンが、まあ、今までの地震が全てそうなんですけども、まず一般人に対してガソリンの販売はしない。業者さんにだけにガソリンの販売をしなかったら、ガソリンの供給がガソリンスタンドにないと。ですので、どうしてもそういう形になると。だからその車中泊の方も、本当にもうどうしても、もう我慢できないっていう時だけ、暖房を使用してっていう、まあ、いずれガソリン尽きると。もう石川県の北部の方ですから、能登半島は北の方ですから、もう雪が降るかもしれない、そのような気温で、まあ、雪が降らなかったとしてもですよ、夜、暖房なしっていうのは、もうきついというよりも、もう人間の限界を超えてるでしょうね。だから早急に早く送ってあげなければならない。で、道路を見た限り、昨日、急に道路の復旧ができるような状況でもない。で、これ、以前から言ってたことですけども、まあ、海上自衛官や、もしくは、まあ、輸送に適した、民間の船でもいいんですけども、後部に、こう、ハッチがあって、トラックとかを積み込めるタイプのものなんですけども、まあ、そういったものでタンクローリーとかを、運搬して、現地で、まあ、道路が使えないですから、18リットルほど入る、灯油缶、まあ、プラスチック製のものがあると思うんですけども、そのプラスチック製のものを、まあ、大量に積み込んだりとかして、で、現地で、まあ、一輪車に乗せて運ぶか、まあ、手で運ぶか。そこら辺のところは、まあ、結局、まあ、手で持って運ぶにしても、かなり、そんなに長い距離は運べないと思うので、まあ、人数、まあ、アスリートタイプの人たち呼んで、100人なり200人なり、足らなければ1000人でも投入してでも、運んででも、灯油缶を運んででも、現地の人たちに灯油を届けると。あとは灯油のその、ストーブ自体とかも、家がああいうふうな状態で、全壊や津波で大きな被害を被っている人たち、まあ、車とかは流されてますからね、そのストーブ自体がないという状況が十二分にあり得ると。まあ、停電の復旧に関しても、まだどれぐらいに復旧するかわからないとしか言えないっていう状況ですので、とにかくそれ早く動きましょう。すぐに灯油の配布。私は言いましたよ。マンパワーが必要だって。テレビ局の人たちとかは、何か現地に入る人たちがうんぬんっていうことを、まあ、呼びかけていたんですけども、まあ、その辺の放送の内容とかを、行政からの呼びかけがあったら、体をとてつもなく鍛えている人たち、来てもらえませんかということで、まあ、200人でも300人でも、まあ、1000人集まるんだったら1000人集めて、一輪車とかで、まあ、一輪車とかも乗せておいて、それだったら、まあ、道路の合間合間のところで、一輪車程度なら、割れ目のところを避けて、運ぶことができるんで、だからその一輪車に例えば灯油2缶乗せて運んだとしますよ。で、1人の人間がね、10キロ先までとか20キロ先まで運ぶんとかじゃなくて、まあ3人で行くとか、交代交代で押してね。20キロぐらいだったら1日で歩けますから、十二分に。まあ私は30キロ以上歩きますけども、この体鍛えてない状態でね、対して。まあ体鍛えてるアスリートの人たちからしたら、まあ、それぐらい余裕でできるよという距離ですんで、その辺のところは即座に動きましょう。それしなかったら、道路がうんぬんとかでいちいちまごまごしてるような状態じゃありませんから、現地の人たち、
凍えてしまいますよ。カイロ温度は無理だ、そんなんじゃ。温まらない。足らない、足らない。すぐに灯油とか。以上です。すぐに対応してください。テレビ局とも動いて、プロ野球選手とか、サッカー選手とかいっぱいいるんだから、足腰鍛えてるんだから、まあ、ついでに体鍛えるぐらいの気持ちで、しっかりと被災地の復興、まあ、それみんなでテレビで映、カメラで映しといてあげたらいいんですよ、頑張ってるところ。まあ、それでお客様からの正しい評価いただいたらいいんです。頑張りがいあるでしょ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。他のアスリート界も同じですよ。パワーの人たち。